センターなんで柿城決め打ちしたいの？したいから。くる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 。はい。はい。はい。ね、はい、このボタンは、このボタンめちゃくちゃ白いと思います。白い。白い。白いね。白いですよね。もうセンターの端を差し置いて押すっていう。白い。白い。白い。ありがとうございます。素晴らしい。ありがとう。もう白いのにもう死んだらもう許しませんからね、もう。うわぁ。もったいなさすぎる、死ぬのが。命がもったいない。白水色。おえ、一発成功なんだよね。毎回一発成功しますね、これね。黄色。白水色、黄色。青。白水色、黄色。青。いく。青ピンク。水色キラーピンク。コミはね、終わった後もね、迎えましたよね、キャンプにはね。水色キラーピンク。緑。ナイス。おお、ナイボ。あまりにも白い。白い。白いですけど、めちゃくちゃ有益な情報があるんで、ちょっと聞いてください。何ですか？はい。宿舎前通路の下の廊下で中野アルマさんを見たんですけど、そこからコックピットまで行ったら、はい、コックピットに中野アルマさんがいました。え？え？それマシャカリさんじゃない？多分マシャカリさんだと思う。それ。アルマさんが宿舎前通路の下のタスクやってて、それを俺は見送ってコックピット行ったんですけど、そしたらコックピットに中野アルマさんがいた。多分それガチでマシャカリさん、僕だって。それアルマくんが言うんだったら僕してアルマくんがおかしくて、コミュサボのところではちゃって僕右行って最後に会ったの宿舎前通路じゃないですか、アルマくんと。え、じゃあだから最終宿舎前行ってるから、え待って、えガチで頼むか。え、柿さんの情報は最後？だから宿舎前で、すれ違ってそのボタンって感じ。だから中野アルマの主張って、まさかりさんが宿舎前通路にいるときに、柿さんが見間違えてて、普通にアルマコックピットにいましたよって普通にで最終僕が、コックピットでアドミを見てエンジン3メイン4とかだったんでボタン押しに行こうと思って最終宿舎前に行ったってだけです。ああ、じゃあごめんごめん。じゃあ柿さん、そうだ、僕ダウンロードしてたってことだね、その人。はい、そうです、そうです。あ、それ俺だわ。いや待って、宿舎前のダウンロードをマシャカリさんがしてたのはガチです。僕メイン、あ、今ボタン押しに来たの僕だけど、マシャカリさんが。でも時間軸はちょっと違うって話じゃない？何秒前ぐらいですか、ボタン。いや何秒間違うって。多分ね、僕が説明した方がよくて、アルマ君ってさ、コックピット行った後に宿舎前通路最初来たよね。そうです、一番最後に宿舎前。そうで、柿さんで言うと同じ格好したやつがタイムスリープしたみたいに見えるんだよ。いやねえ柿さん、絶対にもうこの色。いや、絶対に、てか中野アルマって書いてあります。ドラの目ぐらいですか？じゃあもう。いやもう、あ、でも、あの、放置で、僕目線、アルマさんとマシャカリさんが話し合わせたように見えるんで。いや、俺最初それだったら、あれだよ、あの、アルマくん攻めようとしてたから、その件で。マジで？いや、それは違うんじゃない？それだったら、マシャカリさんを本当にいたっていうクルーメイトの可能性があるから、そこに。もう、わかんない、スキーやめてよ。ハイパークロックアップ。自信なくなるな、ごめん。I wanna be a pop star. 君をもっと夢中にさせてあげるからね。キラキ
キラのポップスター羽を広げあまほうかけてあげよう君だけに。白、緑、黄色、白、緑、黄色、水色、白、緑、黄色、水色。びっくりした、俺が死んでると思った。ちょっと。ね、エレ、あれ、電気室の上上がって階段のすぐ上、メインホールで死んでました。え、うん、マジ？エレジーとプテアシさんがアーカイブ側から向かっているときにはメインホールには死体はありませんでした。メインホール？うん、メインホール。あ、メインホールね。メインホールに入ったところですか、その時点で。上じゃなくて。あ、もうあの階段登ってすぐです。あ、登ってすぐか、じゃあ分かる。後ろの通信室の後ろの方にいた人、あ、階段登ってすぐか。あ、階段登ってすぐっていうか、階段登ってそのメインホールの真ん中のあのあれ、あそこ。廊下にメインホールの通ったら絶対気づくところってこと？そう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 。あ、じゃあ実践エレジーさんは絶対に白だし、後ろに通信室後から入ってきた人を知りたいかな。先端さん、プテハシさん、チャケポヨさんと黄色の僕と水色のエレジーさん5人かな、いたの、うん、合ってます。え、チャケポヨは武器庫から入ってます。そうですね、見ました。で、ナスメはそもそもコミュニケーション、あ、エンジンルームにいて逆走してます。あ、でもエンジンルームの上にいるの見ました。左上にいるの見ました。はい。はい。合ってます。あ、これちょっと情報出せて、トウヤさん直前のやつ、多分シャワー室で一緒にいたと思うんですよ、トウヤさん。で、うん、左抜けてるんですよ。で、僕ね、あのメインホールの、 あの水浴びするとこあるじゃないですか。うん。あそこでアルマくん見てて、うん、アルマくんがその後どこ行ったか知りたいかな。まずアルマくん最終最後まであそこにいます。シャワー現像、配線やって終わりです。なので、ね、超疑い値です。そうね、だから僕は結構アルマくんがその左抜けた東屋さんやったんじゃないかなって思う。でもさ、通信妨害来てる時にマシャカリさんシャワー室の方に逆メイン方向から逆走して行ってたよね。そういえばあちゃったっけ。ああそうです、タスクやりに行ってました。ああ、まあここら辺が怪しいね。ロラスね。あれまた同じ格好してる組み合わせ。さっきの剣を合わせて。まあそうだね。誰入れました？誰ロラスね。さっきの剣は勘違いだと思うけど。あれ本当に勘違いだから。わかんない。俺はアルマ君結構疑ってる。じゃあ次俺が押せばいいか。終わりそうな気がする。これで終わるってわけ？終わる。シュッ。Why? What's happened? シュッ。シュッ。ラインってわけでもないから、そうな気っすけどな、もしかして。まあ、バシ。プテさんがミュートしてるからちょっと待ちます。プテさん、プテさん、プテさん、プテー、ちょっとおい、かくわ、あ、来た、はいです。そうですね、アルマくんつって僕そこの周りにできるのが僕の視点しかないんですけど、トヤさん左に行った時にアルマさん以外は僕シャワー室で誰も見てないし、メインホールでも見てないんで、僕とアルマさんローラしたら客観視点は一郎は釣れると思うんで、今日僕ローラ全然飲めます、うん、カッキーさんのセリフとかってないんだけど、ありますよ、ありますよ。あー、まああるか、うん、でもアルマ君釣っちゃってるし全然サンローラでもいいんですけど、ね、さっきの話だとアルマ君がローだった場合、今マシャカリわかんないけど、カッキーさんがアルマ君攻めてるから心に二郎はないわけだから、マシャカリアルマ釣れば大丈夫なんじゃない。はい、それカキさんと他のインポスターがあるよねっていう。一番平等なのはカキさんとアルマさんだけど。あとじゃあ先に俺ってその後マシャカリさんとかの。俺ボタン押しちゃってるからさ。いやストップでしょ。ストップします。アルマカキでストップするさ。ごめんごめん、おかしかったおかしかった。すみません、さっきのベイトじゃないかって話って、そもそも見間違いじゃないかっていうので終わったと思ってるんですけど、いや。それは一回ではないんですよ。中野アルマってローラーするぐらいの。
見たはず。じゃあ、ハチさんは見た、アルマさんは見間違いじゃないで終わってると思ってるから、対立したとまで思ってなくて、僕は。あだから、うん、その、そういうのでローラー順番前後するよりは、怪しめなところにいたマシャカリさんから、つって次、ハチさんでいいのかなって、まあ、僕は知ってます。ハチさんと、はい、マシャカリさんのどっちか投票する。あ、じゃあ僕入れないようにします。僕入れないようにします。じゃあ他の誰みんな入れてもらって。いや、一本釣りはないと思うけどね。うん、ローラーした方がいい。入れようかな。じゃあ2択にしますか。あ、わかりました。マシャカキで。僕入れないようにします。じゃあ。マシャカキいいな、ほら。マシャカ。必ず。カキセルフあんま追ってないからな。ありがとうございます。同じく。では、ちょっと、エリジ先生、スキップ。あ、ごめんなさい。まあ、どうせ時間あるからいいかなと思って。ああ、いいっすじゃん。終わるかな。どうだよ。カキさんだよな。かきさん白君うち進行したいです。いや、それ一時ねボタン押したんでね。終わると思うこれで。いらっしゃい。うん、黄色。ピンクやった今。水色。黄色。ピンク水色。ピンク水色。いや、死んでないです。死んでないですね。終わると思ってた、ごめんなさい、普通に。じゃあ俺、映ってもいいっすよ、全然。いや、ここでここで。そんな感じで、1番滑ってると思いたいんだけど。2択にしましょう、じゃあ一応。カキさんか、スキップか。スキップか、どっちかになるのか。センターはなんでカキ白決め打ちしたいの、したいから。ここに山があったから。まあ、どっちにしても、あ、柿さんの、じゃあ、発見したルートとか教えていただきましょうか、じゃあ。あ、そうですね。アーカイブ脇で、ラウンジ貨物、バイタル、エレクトリカルでメインホール。で、登ってすぐ発見みたいな。ああ。うん、だから、そうっすよね。誰か一緒に湧いてましたっけ？アーカイブ、僕かな、アーカイブは。かもしれない。赤いよくも湧いたな。結構赤い湧いた人います。あ、ごめんなさい。俺、宿舎前だったわ。宿舎前で言ったら貨物だった、貨物。ごめんなさい。そう。まあでも、とりあえず。あ、違うわ。僕じゃないわ。梅健さん、ちょっと話聞きたいかも。どう思ってる？決め打ちしたい？柿さんが仮にセルフだった場合は、多分、コミュサボが鳴って、その直後のセルフかな？多分、コミュサボ中だったかな？で多分コミサボって多分 何人かわちゃわちゃしてそうな感じはあるから、多分何人か集まるから、そのタイミングでセルフはしないんじゃないかなってので、柿さんは別に白セルフではないっていう認定していいのかなって思うけど、なんかなるほど、うん、コミサボ中にやっちゃったら結構証言みんな揃っちゃうから、うん、中のあるも釣るんだったら平等なの柿さんじゃん。あ、そりゃそうだね。うん、で柿さん白で決め打つんだったら、もうなんか中のあるもインポスターって考えた方がいいと思う。そうですね。なって思って自分は柿さんに入れてました。俺もちょっと今回考えてみました。そうだね。お、ああ、ありがとう。だから、あ、入れたのは俺です一応。らしいと思う。あ、僕も入れてます。確率一郎をちょっと優先しちゃった。マシャが死ぬ前に夢はよかった。しゃ。てることは合っている。ボイラーはボイラー、プシュー。ミイラのボイラー、プシュー。いや、余裕あるかな。いやー、怖い。まあ、白っぽいけどな。
水色、緑、ピンク。水色、緑、ピンク。黄色、紫。ナイスボタン。これは落ちてるな。落ちてますね。よかった。はい。うん。スクあと1個で終わります。あと2つ。俺あと3箇所で結構時間かかるんで、ちょっとスク若干優先しちゃうかもしれないです。8個ぐらいあります。8個ぐらい。それやってないですね、タスク。なんでこんなにあるんだ？あ、じゃあ書き終わったんで、もう妨害起きたら真っ先に行きます。あー、助かります。ナイス。向けも終わりました。ジャケペアと1個です。アプデアさんも死んでもいいから、あ、やってもらって任せろい。てかもうここプテハシさんつって幽霊になってやってほしいぐらい。ちなみにタスク8個残ってるは結構普通に嘘なんだけど、あの、なんか死にたくなくてこういう風に言ったりしない？なんかたまに。どう？これダメ？それもうガチヤバそれ。でやばい。いや、実際のところ多分あと3つぐらいかな。さん死にたくなくて。人狼ゲームね、多分やったことないのでわからないかもしれないですけど、うん、人間側の人って嘘ついちゃダメなんですよね。なるほどね。うん。まあまあ、でもなんかちょっとなんかあの動画とかで勉強してるんだけど、なんか。うん、スラとか言ってなんか変なあえて嘘つくみたいなのをやったりすることもあるって聞いたんだけどな。ああ、それ書いてなかったですか？それはあの意味ないみたいな、他の人が混乱するだけで何の意味もないみたいな。いやいやいや、いタスクスラっていうのがなんか小技であるってわざと書いてあったけど、ザップなら確かに信頼度高いな。そうですね、わざと。そんな信頼度高いかな、ワザップ。ワザップ。横からガチ勢の梅健さんが口を。いや、しサップに書いてるんだったらまあまあしな。リストは今右にあるはず。梅健さんか。あ、情報あります。梅健さん、コミサボが鳴る15秒ぐらい前に金庫室に入ってくれました。チャゲっぽい。それ見てます。で、夏目さん、あそこ、宿舎前あたりでいましたよね、梅健さん。うん。うん、宿舎前で梅健さんいたな。見てますよね。うん、夏目さん。いいですか。ヌンが、右にあればチャキポリさん白だと思ってて、左にあれば黒だと思います。あ、僕使ってます、ヌンを右に。で、プテハシさん、
昇降機右側ですれ違っててヌーンが右にあるの見てくれてると思うんですけど、右あって今僕最後乗って左に行ったね。チャゲポヨさんはね右にいるね。左にあるけどチャゲポヨさんが左から右に行ったんでしょ、チャゲポヨさんは。あ、そうです、夏目さん、梅健さんと昇降機ですれ違った、うん、昇降機、宿舎前ですれ違った後、ヌーンを使って左から右に行ってプテハシさんとクロスしてって感じですね、うんうん、で、プテハシさんが多分その後右から左にヌーンを使ったっていう。チャゲポヨさんは本当に昇降機側に行ってるのを夏目は見てて、で、はしご登ってタスクしたんで、自分はミーティングのタスクしてボタンを押したんで。あと誰ですか、タスク終わってないの。僕が終わった電気。え、早っ。終わった。電気がシャコンだけ。借りたいよ。終わった。あ、じゃあスキップでいいじゃないですか。終わった。じゃあ、ゲッパーさんも僕は全部無視して、電気無視、全部無視してエレクトリカルいきます。お、オッケーです。夏美先生かな。なんで ?120 秒以内に終わんなかったら、なじってください。あー、でも、あれやろ。夏目だよ。すいません、あ、レポートしちゃった。レポートしずにタスク勝ちでもよかったのに、チャゲポヨさんが殺してました。え、あれ、あれ、夏目先生の話によったら、リフトが左にある場合チャゲポヨさん黒の話じゃなかった。ね、引き返した可能性かな、それは。そういうこと。ごめんなさい、来てって感じか。やっぱちなみにタスク終わったのは僕だけですかね。そうだと思いますけど、はい。僕1、2を押したんで、あとは最後から。夏目先生隠しろっす、今。一緒にいたんで。あ、はい、じゃあ、もう、チャゲポヨさんって終わりでいいっすか。え、僕が柿さんから釣ってほしいです、僕は。もう、もう進行自体が、そもそも中野アルマさん、インポスター確定なので、じゃないと柿さん白に置くのはおかしいから、もうそういう進行だったら、もうチャゲポヨさん。どっちがいいですか、チャゲポヨさん、タスク負けと投票負け。もしかしたら90秒以内に終わんないかもしれない、僕が。じゃあワンチャンかけてタスク負けで。よし。ドア閉めちゃったよ、めっちゃ。ほんとにみんなスキップ入れてるこれ。入れてます、もちろんだよ。ほんと、僕スキップ入れましたよ。ほんとに入れるよ。多分自投票しても多分大丈夫だと思う。あ、ほんと、じゃあ。微妙にばらけるんじゃない。僕スキップ、僕スキップ。あとみんな入れる。そう、全然キルができなかった。終わりますか。よし、ナイスゲーム。ナイス。ありがとう。いやー、ごめんなさい、チャゲポヨさん。いやですよね、ですよね。いや、言ってないです。え、あ、見間違いだよね、はい、見間違いです。うわぁ、多分あれだよね、あのアルマくん普通に、あの普通に最後宿舎前の方にそう走ってっただけで、俺一回も宿舎前行ってないです。はい、あの滝さんが間違えたのって、まず宿舎前にずっといた俺間違いで、コックピット行った時にアルマくんがいて、アルマくんで、だから普通にマシャカイとアルマくん間違えた。てか、ごめん、この格好しちゃったの悪かった、ごめん。いや、申し訳ないよ。でもまあ中野アルマって文字を見たって生きてるか、多分もうスキンは関係ない、うん。いや、文字見たって言ってるから、まあ、いや、なんだ、俺がアルマくんを好きすぎて、ちょっとそのせいちゃった。いや、違う、俺が好きすぎた、俺が好きすぎた。あ、でも名前似てるしね、まとか一緒だしね。似てない、めーかんめーかも一緒だしね。まあ、諸説あるね。諸説あるね。諸説ある。諸説ある。あるの真実だけ。次行きます。でも、あれば。アルマさんの動画見すぎて。アルマごめんね。うん、まあまあ、一応ね、あの、ロラ良かったんじゃないですか、それで考えると。単純に浮き1人のローラーっていう感じ。なんか、本当、アルマくんに申し訳ないことした。いやいや、もう、しょうがないです。名前、
名前まで変わるんだね。先入観は怖いね。ちょっとこれから人のスキン使うのはやめます。本当に先入観。それは。